おはようございます、釣り子 TV です。夏休みっていうことで、釣ったことないルアーでね、バス釣ってみたいなっていうことで、実はこれエアロツイスターね、デプスのウェブメンバー限定でもらえる、スペシャルルアーですけども、これシーバスはね結構でっかいの釣ったんだけど、ブラックバス釣ったことないなと思ってね、バス釣りの絶好のタイミングで投げてきてみましたよ。まずはこちらをご覧ください。一撃必殺のルアーじゃないとダメだね。どうしよう。ここは一つエアロツイスター出ますか。針がいっぱいついてるから絡みついてきてくれればワンチャンじゃないかな。エアロツイスター、これ流し込んで、
よっしゃ、来たよ来たよ来たよ、エアロツイスト、よいしょよいしょ、よっしゃ来たよ最後。はーい、もうまずめもまずめね、絶好のタイミングでエアロツイスターに食い上げてくれましたよ。結構いいんじゃないかな。エアロツイスター、フィーシュ。気持ちよくジュワッと出てくれたね。もうね、ちょっと照明が必要な時間です。結構引いた。夏バスですね。フィーリングタイム。エアロツイスター切っちゃった。じゃあ、逃がしてあげます。こう、3本針がついてるから。ね。よくわかんない感じのジボってバイトとかもしっかり。はい、エアロツイスターバス、ありがとう。ふぅ、元気。タックルはね、これモンスターキスのディアモンスター MV の6号っていう竿にコンパクトロッドだね、メタニウムね、この組み合わせで。はい、というわけでね、エアロツイスター一本勝負って感じで、あの夕方目に一瞬釣りをするねタイミングがあったので、時間にして20分くらいかな投げてきてみました。結果はね上々で、最後の最後にね、バスが釣れてくれたよということで動画にまとめてみましたけども、改めてね使ってみるとやっぱりねこれリップがこうすごい柔らかい素材でできているので、水にねすごいまとわりついてくれるんですよね、これによってどんなスピードで引いても、まあ、バズベイト的にも使えるし、まあ、ジッターバグ的にも使えるしみたいなね、そんな、このリップがついていて、あとはねこのラフにくっついている3連ジョイントに針が1、2、3って3つもついているからね、結構ねボリューム感はあるコーナールアーだと思うんですけども、バスが微妙にくっついて感じでね、バイトした瞬間に追従してねすごいねしっかりと、かかることができる。あとはねかかった後は
結構フレキシブルに動くんでバレづらいなってね、結構ね、あの高さのあるポイントだったんで抜き上げの時にね下手したらバレちゃうかなと思ったんだけど、しっかりとねこうまとわりついて、バスをね釣り上げることができたね。あとはまあ雨の時とかはねただ巻きでこうバスベイトみたいに使うのがいいんじゃないかなと思うんですけども、スイッチを入れながら巻くとねすごい水面で移動距離の短いねチュブッチュブッチュブッってねテーブルターン気味にねこれ動いてくれるので、今回はねそんなもうバシャバシャーって感じで追いかけてねドバシャーってくる感じではなかったので、その場でピンポイントでねこうテーブルターンテーブルターンみたいな感じで誘っていたら下からたまらずね、バイトしてくれたっていうことで久しぶりにね使ってみたんですけども、なかなかね使い心地のいいルアーね、これカラー違いとかでねウェブメンバーとかで買うことができたりするので気になる人はねぜひね、トライしてみて買ってみて使ってみていただければと思います。はい、というわけでね本日のスリコ TV はこちら、デプスのウェブメンバーですねレアロツイスター、これをね一本勝負で投げてみてみたところ、いいバスが釣れてこういった動画でした。はい、スリコ TV でした。また会おうぜ。